Hey, how's it going, everyone? This is the Anime Man. Welcome back to some more Corpse Party, Sachiko's Game of Love, Historic Birthday to you! So, last episode, we got through, a bunch of characters died, unfortunately. And now we've pulled out some weird clothes, like maid clothes and all that. And now we have a chance to change clothes or to keep clothes. So the first one is to keep the clothes or change the clothes the more you get. Now, half of you guys recommended I change clothes, and half of you guys say to stick to them. So, I'm going to go with my original plan and just stick to the clothes we wore. Yeah. ルール的に交換してもダメなんじゃないか? 確かに。 選んだ服を着ないといけないルールだったな。 Yep. ってことは… 俺はこのウェディングドレスを是が非でも着ないといけないってわけか。 Pretty much. そして俺はこのメイド服に猫耳か。 Don't worry, Morishige, I'm sure you look kawaii. 着なければいけないのだろうか。 Yes, you have to. そうだよ。さっさと諦めろ。 何かの芝居の衣装だとでも思えばいいだろ。 Yeah. お前の場合。 芝居か。 それなら 多少割り切れるが。 Do it. こんなところを眉に見られたら自殺者だよ。 God damn. その気持ちは俺にもわかるけどよ。 The feels be real. 篠崎に見られたらと思うと。 おはようございます、皆さん。 突撃レポーターの田口です。 Oh, this guy. 私は今、着せ替え競争の部屋に来ています。 参加者にどれだけ女子が残ってるか分かりませんが、田口、ドキドキしてきました。田口、ドキドキ。田口、ドキドキ。インオフンですので、そんなに踏んでませんでした。つか、こんな服どうやって着るんだ？一人では無理そうだな。おっと、すでに部屋には誰か来てるようです。 声の感じからして男子でしょうか。残念ながら男子2人のようです。この2人は岸沼義樹君と森重作太郎君のようですね。Yes, indeed. もう少しひっそりと様子を伺ってみましょう。Okay. 一方その頃、行動ではテレビの画像が流され続けていた。しげに。 一体どうしちゃったの？ロー。岸沼、すまないが、背中のファスナーを上げてくれ。ですぞ、これ。しゃあねえな。自分でやれって言いたいところだが、俺も自分じゃできそうにないしな。ああ、俺のが終わったら、お前のを手伝うと約束しよう。いらないと、ポンプザイ彼氏。行々しいやつだな。なんで二人で一緒に着替えてるの？ しかも岸沼くんが着てる服って、もしかしてウェディングドレス？もうテレビの中のヨシキが裾を踏んで転ぶ。気をつけろよ、岸沼。それ、こんなすその長い服なんて着たことねえから。まあそうだろうな。着慣れている方が怖い。Indeed。なんで二人で着てるの？ The yaoi be real. なんか、前にもこんなことあったよな。あの時とは逆の状態だけどよ。逆、俺が岸沼に転んだところを助けられたことなんてあったか。おい、あっただろうが。ああ、あの時か。あれは正確には。どういうこと？ シゲニーと岸沼くんってそんなに仲良かったの？わお。そういえば、前に二人が寄り添ったまま帰るのを見たことあったよね。Really? Holy fuck, am I really in? あの時みたいに見ちゃいけないことを見てるのかな？私、見ちゃいけないなら見ない。私、見ないからね、シゲニー。Too late。見てはならないものが。<笑> 戸惑いは恐ろしかったのかもしれない。眉は目をつぶった。グライリー眉。オッケー、わかった。やっぱりこの猫耳をつけなきゃいけないのか。What the fuck?
dying! I'm dying! What? I give up on this game. I fucking give up on this game. Oh my god, this is the best game ever. が時々おかしくなるやつじゃないのか。もしかしてモシゲ、お前何かに取り憑かれてるのか。そうみたいだな。さっきから
俺の意思とは関係のない行動ばかり取らせて。だろ、森重。You want the D. だろうな。Oh my god. Please stop with the B background. Just... 私めのお尻よ。さあ。なあ。本当に叩いてもいいのか。Do it. Do it. ふざけるな。騎士の前。Do it. でも案外。Do it. ぶっ叩いたらこの例満足して成仏するかもしれねえぞ。私のお尻よ。早く。Do it.Like 10 minutes straight. I can't even. I'm so glad I chose this. There are too many things wrong with this game, but I love it. Oh my god, I'm crying. Oh my god.Please open your eyes, Mayu. Thank you very- Oh my god. I can't do this anymore. I can't do this anymore. Fuck this game. Fuck this game. What the fuck am I playing?Oh my god! I'm crying! Oh my god! Okay, I gotta... Oh my god! たまらず目を開けた眉の目に飛び込んだのは恐ろしく奇妙なものだった。ウェディングドレスのヨシキが猫耳付けのメイド服を着込んだ森重の胸元を引き裂いている。The trauma.一時はどうなることかと思ったが、岸沼のおかげで助かったよ。Oh my god. 俺だって被害者だ。お前が正気に戻ってくれて心底助かったぜ。Oh my god. Oh my god. Hold on. I gotta wipe away the tears. さっきの姿、誰かに見られていたら。立ち直れなかっただろうな。Little did you know. お尻叩いてくださいましだもんな。岸沼。わかってるよ。誰にも言わない約束。Oh my god. My stomach is so sore right now. Oh, come on. Come on. 音がした。明らかに何か生き物が立った音。Oh yeah, that's right.The journalist guy's in the room. 森重もよしきも一斉に声の方にを注視した。誰かいるのか。Oh my god. 気のせいか。いや、確かに音はした。Oh my god. そうか。出てこい。隠れてるのは分かってるんだぞ。ごめんなさい。別に怒らせるつもりはなかったんだけど。誰だ、あんた。これは申し遅れました。私、突撃レポーターの田口です。突撃レポーター。その突撃レポーターがこそこそ隠れて何やってたんだよ。何って、その実況かな。実況だとってことは何か。さっきの俺たちを誰かに見せてたってことか。うん、そうなるね。いや、僕だって好きでやってたわけじゃないんだ。君たちみたいに幸子に逆らえる人間ばかりじゃないんだよ。そんなことはどうでもいい。はい、すみません。
その実況っていうのはどこに向かってやっていたんだ。まさかと思うが、マユが見ているところじゃないだろうな。Oh my god。 マユ？マユって子が見てたかどうかは分からないけど、サチコは行動にテレビを置いて流すって言ってたから。行動にいる人間は全員見てたというわけか。そうなるね。スピーカーからスイッチを入れたノイズが聞こえる。行動のマイクに誰かが手をつけたのだ。その声はマユ、マユなのか。いや、ずっと見てたのか俺たちのことを。Which made it a hell of a lot worse. Yep, I did that too, bro. 頭を抱え込み、その場に崩れ落ちる森重。天地も割れそうなその動向。He's lost it. 見ないで、見ないで、マユ。おい、落ち着けよ、森重。見られちまったもんはしょうがねえだろ。Oh, 岸沼、お前に何が分かると言うんだ。俺のこのショックがお前なんかに。しょうがねえな。いっそ記念写真とか撮っちまうか。よしき、you're not helping。 何を、俺の携帯をどうする気だ。シャメってやつだろ、そりゃ。ここか。やめろ。What a douchebag。ヨシキは森重の精子を無視して、あっけもなく写真を撮る。岸沼、貴様、何、怒るなよなあ。ってあれ、マジギレ。岸沼、お前は俺の触れてはならないところに触れてしまったぞ。ちょっとしたショック療法のつもりだったんだけどな。そんなに怒るならすぐ消すからよ。ってどうするんだこれ。慣れない携帯を操作しようとしたヨシキ、しかしすぐに森重に奪われてしまった。そんなに無理やり奪い取ることはねえだろう。お前の携帯なんだし、言えば返すに決まってるだろうが。見たのか。あ、見たのか。お前も見たのか。yeah, he's the one that did it. そりゃあ、さっきから一緒にいたんだし、見てるだろ。そうじゃない、写真だ。俺の撮った写真だよ。そりゃあまあ見たけど。oh, yeah. First course party game, guys. You don't know what he's referring to. Moriga. Moriga. These voice actors do such a good job. It literally sounds like they're absolutely fucked up in the head. Oh, what's he doing? Memo Utsuru no Morishige wa Yuki no yoni fura fura to heya no soto aruite iku. Oi! Morishige!どこ行くんだよ。大丈夫かい。君の友達部屋を出て行ってしまったけど。いや、僕が原因みたいなものだし、こういう言い方もなんだね。森重。僕さ、駆け出すヨシキだったが、見えない壁にぶつかって跳ね返されてしまう。What? なんだ、扉のところに見えない壁が。そうなのかい。僕には何かあるように感じられないけど。それはあんたがレースの参加者じゃないからだろうな。ということは、君がまだ着替えきってないから進めないってことなのかな。そうだよ、レースの参加者はちゃんと着替えないと先に進めないルール。幸子先にそう言ってたよね。くそ、
おっさん、着替えるの手伝ってくれ。さっさと追いつかないと森重が。あ、うん。おっさんってなんか傷つくな。まだそんな年じゃないのに。おっさん、急いでくれよ。ああごめん。Don't get the camera out. 待ってろよ、森重。Oh God. 森が。He's actually in the forest. What the fuck? How do you get out? 森が俺を呼んでいる。あの恥ずかしい現場をみんなに見られた。携帯の中身も岸沼に見られた。俺はもう。Oh God, don't do it, dude. シゲニってそういう趣味があったんだ。森重、お前。森重さんって女の子の服を着るだけじゃなくて、その変態さんだったんですね。違うんだ。あれは俺じゃない。俺に取り付いた霊がしたことなんだ。正直ドン引きよね。うんうん、人それぞれとはいえ SM プレイはさすがにね。ごめん、もう顔見せないで。あ、ごめん。なんだよ、俺じゃないって言ってるだろ。誰が好き転んであんなことするって言うんだ。森重くん、人のせいにするのは良くないだろ。人のせいになんかしてない。実際霊のせいだったんだ。見てたならわかるだろ、マユ。見てた。なら見てた。マユが見てた。マユが見てただと。マユが。He's going completely bonkers. 見てただと。そうさ、すべて見られてたんじゃないか。なのに俺は何を取り繕ろうとしてるんだ。I'm trying to remember if the voice actor who does Morishige's voice does this is the same voice actor who does 自分でも何をしているのかわからないから。I don't know. It might just sound similar. ありのままに言うぜ。マユを助けようと脱走ゲームに参加したら、マユにメイド姿でご奉仕しているところを見られた。Yeah, pretty much. 本当に自分でも何を言ってるのかわからないな。傑作だ。もう笑いしか出てこないくらいにな。森重、どこだ。返事してくれ。I'm not gonna comment on this anymore. Enjoy. しかしヨシキの声は森に吸い込まれて消えてるかのよう、暗黒からの返事はなく。森重、返事しろよ。どこまで遠くに行っちまってんだよ。それともこの森って場所が人を迷わせる場所だってのか。勝手に携帯をいじったのは謝る。だから出てきてくれよ、森重。しげ、どこまで行っちまったんだよ。携帯に入ってた写真って、そんなにメイド姿の写真を撮られたのがショックだったのかよ。 No bro, it's the other pictures, the more fucked up ones. 行動にいる連中だって、サチコのやつに無理やりやらされたってことくらいみんな分かってるってのに。ヨシキ、ヨシキ、聞こえるか。そこへスピーカー越しにサトシたちの声が聞こえてきた。Where are the speakers set up in the forest? サトシか。聞こえてよかった。
そっちから森重がどこ行ったのか分かるか。いや、俺の方ではどこに行ったか見えないんだ。それよりもよしき、聞いてくれ。それより、お前森重が心配じゃないのかよ。森重のことはもちろん心配してる。でもよしき、もっとこっちは大変なんだ。ああ、大変ってなんだよ。Oh God, what the fuck? その呼吸音はまさか。篠崎がどうしたんだ。篠崎が過換気症候群の発作を起こしたんだ。 Oh fuck. 意識も戻らない。なんでそんなことに。幸子のやつ、俺たちを分断して一人ずつ殺すつもりだったのか。違うんだ、ヨシキ。ヨシキの着てるウェディングドレス、どうも篠崎の家に伝わるものらしくて、篠崎はそれを着るのをすごく楽しみにしてたみたいなんだ。 What? じゃあ篠崎が倒れたのは俺のせいってことか。 Okay, that's a little bit like kind of shoved down there. That's a little 篠崎、おい篠崎。サトシ、委員長呼吸してないよ。どうしよう。 Oh fuck。No, shut the fuck up. Shinozaki! Oi, Shinozaki! Hensho shite kure! Shinozaki! Sonna... Ore wa tada Shinozaki wo tasuke dashitai tte omotta dake datta no ni... Doushite... Doushite kou natchimatta nda? Aaaa! Kishinuma no sei de Ayumi o nee-chan ga shinjatta? Fuck! She died! Uso da!嘘だ、嘘だ、こんなの嘘だ。 Oh, are you fucking kidding? Damn it. God damn it. Well, I used up an entire episode to get to a bad end. Fuck. Alright, I think I'm gonna end this episode here. Sorry guys. I just used up an entire episode to get to a bad end, and now we're back pretty much where we were. Wow. I didn't think that was gonna happen. But...In that case, it was possibly one of the funniest moments in gaming that you guys will ever see. Well, I mean, that's the funniest moment in gaming I've ever seen. Like, that was, like, just... I was crying. I'm crying right now just thinking about it. So, hope you guys enjoyed this. Sorry, this is kind of like a filler episode, turns out. Yeah, so from next episode, we're gonna swap the clothes. Like, half of you guys said I should. But, anyways, thanks for watching, guys. As always, like and favorite if you enjoy, subscribe for more anime banter, and I'll see you in the next video. Keep watching anime. Ciao! I'll do it. 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 I'll do it.